国際ソロプチミスト東京調布ローレル認証10周年記念チャリティー事業として4月4日調布市文化会館田作り12階大会議場でドキュメンタリー映画天心の調べの上映とこの映画の制作総指揮者の細川佳代子さんの記念講演が行われました。本物のオリンピックも素晴らしいです。世界のナンバーワン頂点に立つすごいことです。でもスペシャルオリンピックスが一番大切にしているのは世界のオンリーワンです。一人一人の努力勇気を称えるんです。